パラです。チェロです。ポロチェロです。はい、ということでスコアタやっていきましょう、はい、いきましょうね。今回はチョコラータ。いやー来ましたね、チョコラータさん、初ですね。初かね。違いますかね。まあ20何回目かだよね今回、スコアタ、多分1回ぐらい出てきてるかもしれないね。そうですか。ちょっともう記憶にない、ジジイとババアやきさ。まあね、しょうがない、記憶障害記憶障害になるとまた話は変わってくるけどね。で今回ポロさんはチームは、レクイエムジョルノ。いや来ましたよ、ボーナスでね。とあとスピードワゴン。いやそうですよね、もうおのずとね、アレッシーかスピードワゴンしかいなかったんですよ。あー、なるほどなるほど。いいね、久々。なんだっけ、ジョルノ崩し、ジョルナ集めか。ジョルナ集め。久々見れますね。久々ですよ。腕が鳴りますね。鳴りますよ。スピードワゴンさんはね、初めてですよ、私。あ、使うの？バタバタレベル上げたんですけどね。レベル40。おー、なるほどね。スキルは5ですよ。おー、じゃあ行きましょうか、早速。はい。え、これ何も、あれ？あ、いやいやいや、もちろん使っていいよ。あ、フルブーストで行きますよ。じゃあ、お願いしますね。はい。いや、どんな技を使ってくるのかしら。俺一回したんよね。あ、待った。すぐね。すぐ行き急ぐよね。いやいやいや。ケロさんは。一緒にしようって。集めて集めて早く。違う。おー、危ない。早く。いっぱいある、いっぱいある。大丈夫、大丈夫。いや、大丈夫やん。早く。うわぁ、こんないっぱいあるのに。いや、ちょっとね、今回あの、スマホの持ち方が違うんですよ、私。なんでそんなことするの？いつもと一緒でいいやん。いや、いつもだと、テーブルに置いて、あの下を向きながら、こうプレイするんですけど、ちょっと今日ね、鼻の調子が悪くてあ、下を向いたら鼻水が垂れてくる。そう、垂れてくるんでね、ちょっと持ち方を変えたんですよ。あ、なるほど、そういうことね。だからちょっと条件反射がね、いまいちっていう、ハンデを背負いながらのね、いつもに増してなんかゆったりしてる感じ、ね、そうでしょ、いつもに増して集中力も欠けてるという、ね、最悪な状況ですよ。頑張って。いけてますよ。言ってもボーナスハンターです。ワゴン。ワゴン。どんなんワゴン。何ワゴン？おー、曲芸やね。あー、でも、いい感じですよ。なんかいい感じやね。腕の見せ所ですよ。集めて。集めるよ、ジョルナ集めて。よし、来たー。ほら、集める。おー。ほら、もうね。ふれ。つまんねえ。うわー、もうネタ切れですね。あら、え、十分ですよ、ここまで集めれば。まあ、ね、3回集めればもう上等ですよ、ジョルノさんはね。うわー、またちょっとスピードはもうたまりませんね。なんていうこと。そうやね、これちょっとボーナスなのに150万点が。いやいやいや、ちょっと待ってください。ちょっとこちら待ってる。ちょっとスピードワゴンさん使いましょうか。2つぐらい。お、あ、なるほど。どういうことこれなるほど。何がなるほど。邪魔をしないんだね。こう揃ってたとこ消えなかったからさ。空気読んでる。そうそう、さすが優しそうですね。ここでも読んだらいけんとこやったね今いやいやいや、ちょっと待ってくださいね。100万点を攻めていきたいんで100万点も怪しいよ。よし来たよ。よし、まあまあね。いや、ちょっと散ってる。よし、危ない。あ、もう無理ですね、これね。いや、諦めるの早いよね。いや、諦めましょう。いや、ワゴンさんがちょっとここで使えたら一番良かったんですけどね。まあ、そうね。たまらんね。いやそうなんですか。スキルレベル5ですけどね。やばいよ、やばいよ。もうちょっとたまっていいんじゃないですか、もうちょっと。来た。あ、危ない。おー、いやいや、まあいい仕事してくれましたよ、ね、うわ、散らばりすぎじゃないですかこれ。こうスキル使ってスタンドアップタイム行くのなんか気持ちいいよね。きたーって感じしますよね。散らばった。あー、もう無理ですよもう無理ですよ。いやー、ちょっとダメですね。あー、でも100万点はなんとか。あ、100万、目標の100万はいや、目標は150万ね急にハードル下げてきたけど
しれっと。いやー、下げたくなりますよね。いやー、ちょっと。ハゲられたら困るけどね、嫁として。そうですね。あー。いやー、ちょっとこれは。ちょっと変わりますか。いや、ダメですよ。いや、もう一発勝負なんでね。ちょっとリゾットでもう一回。いやいや、もうダメです。一発勝負なんでね。俺たちにリハーサルとかないですよ。まあまあないですよね。うん、はい、変わりました。はい。僕はね、ディアボロ先生とアレッシー先生でね、行きたいなと思います。個性的な二人ですね。そうですね。アレッシー僕使うのスコアタで初めてなんですよね。初めてですか。ボーナスですからね。そうそう、レベル45までなんとかチケット使ってあげました。いいですね。どうなるやろう。でもこれさ、ディアボロさ、うん、左側にお邪魔ができるんよね。うん、でもアレッシー消すの右側やん。これは これ相性が悪いよね、多分。まあでも150万点超えますよ。お、3000パワー超えとる。あ、本当だ。アレッシーの方が良かったのかしら。うん、アレッシー頭でかいな。頭でかい。ディアボロの小ささよ。いきますね。うん、小顔だよね、ディアボロ。ディアボロ先でも良かったんやけどね、うん、せっかくやけどなんかブースト貯めた方がいいんかなって思って。あ、そっか、アレッシーブーストか。うん、アレッシの存在感に、ね、いや、溜まってくから。あ、そうそうそう、ね、うん、これからだからね。これからの人だけね。そう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 、これからの人。最初はね、もうしょうがないんですよ。まあまあ、そうだね、言ってね、うん、伸びしろやけね。早速もうブースト2ですよ。おお、だいぶ増えました。だいぶ増えたね。なんか急に心強くなったよ。俺消すんかと思ったらこいつあれやね。そうだね、変身だね。変身、うん、そうだね、うん、アレッシーのがなんかアレッシー遅そうやね。うんうん、パネル作ってくれるから。これまたブースト3になるとさらに大きい、ね、アレッシーがどんどんでかく、どんどんでかくなっていく。お、これアレッシーもしかしたらこれアレッシーの可能性を感じるよね。使えるのかな、アレッシー。いや、使えないね、これ。ああ、ちょっと厳しいね。うん。いや、ちょっと見たかったですね。ビッグサイズのアレッシー。ああ、惜しかったね。アレッシーってスキルレベルいくつです？あ、5。あ、じゃあもうね。うん。お、あのお邪魔も消すんじゃないですか？いや、消せるかな、そこまである。おお、そこまでいかないとね。もう次ですね。あら、ブースト4まで。あ、いやいや、ブーストは5じゃないかな。でまだ伸びしろがある、ね、伸びしろありますからね。まだまだありますよ、時間はね、うん、いや、フルブースト見たいですね。お、お、これ使えますね。まあ、次ですかね、お楽しみは。今使ってくださいよ。そしたらもう次、ほら、ブーストまた使えるから、ほら今使いたいとこだけど、そこを我慢するのもやっぱこう、ジョジョピタのいいとこですよ。いいんですか、そんな我慢しちゃって。うん、お、あ、ここですね。そう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 。で、こっちに集めて使うと。さあ、どうなるかな。どうなるんでしょうね。シャキーン。わー、1個、1個、そこ、ここ、そこにアレッシーよ。アレッシー来い、アレッシー。わー、そっち行った。またこう移動しにくいよね、これ。しにくいね。あー、早く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 、アレッシー、アレッシー、アレッシー、次次、アレッシー。かたくなに来なかったよね。お、次フルブーストですよ。お、楽しみですね。アレッシーの、いや、ちょっとディアボロかすむよね、アレッシーがいると。でもこんな時間かかるよね、フルブーストに行くまでにさ。そうね。あー、使っちゃいけなかった。スタンダップタイムでね。あ、お、結構すごい、これいいじゃないですかね。え、使っとこうか。うんうん、使いましょう、使いましょう。いや、アレッシーいい仕事しますね。ねえ、意外とやっぱね、消す系じゃなくて変化系の方がね、うん、そうね、火力出るしね、うん。お、これもしかしてディアボロからのアレッシー使えるんじゃないですか。使えるかな。ほら、
レッシュほらくっつけて。アレッシュシャキーン。おお、でかアレッシュ。アレッシュほら左の方にアレッシュ。左の方に。ありがとう。ありがとうアレッシュ。おお、あーあーなるほどね。アレッシュアレッシュアレッシュ。ダメやった。アレッシュ。おお。いや結構な火力。おお、290万点。これは十分じゃないですか。いや十分でしょう。ちょっとアレッシュ極めたくなってきたぞこれ。いやこれアレッシュですね。ね。だからちょっとキャラがいない人はこのアレッシュを使ってみるっていうのはどうですかね。いや、いいと思いますよ、アレッシーは。アレッシー使いたい。ああ、間に合わず。いやいや、十分じゃないですか。いやいや、これ、アレッシーね。ねえ。ちょっとアレッシー、可能性を感じますよ。可能性感じましたね。うん、ちょっとね、まあ、こいつが力を発揮するまでに時間かかっちゃうっていうところあるけどね。そうだね。うん。確かに。まあ、ハイスコアはね、630万点なんですけどね。半分。はい、ということでね、まあ、初めて使ったにしては良かったんじゃないですか。いや十分じゃないですか。ちょっと私やり直したいんですけど、うん、ダメですね。はい、では今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。